アイゲウスはギリシア神話の登場人物。アテーナイの王、パンディオーンの息子。トロイゼン王ピッテウスの娘、アイトラートの間に英雄テイセウスを設けた。テイセウスの父はポセイドオンとも言われる。ローランド・ライルの1635から1636年頃の絵画、岩を持ち上げるテイセウス。ブダペスト国立西洋美術館所蔵。 アイデウスは、最初の妻メーター、二人目の妻カルキオペーのいずれとの間にも子供に恵まれなかったため、デルポイの信託書でその理由を問うた。しかし、その信託の意図を理解できないまま、彼は、アテーナイへの帰路についた。キットで立ち寄ったトロイゼエンデオーのピッテウスにこのことを、相談すると、ピッテウスは、信託の意味を、直ちに理解し、 彼に酒を振る舞って酔わせた上で、娘のアイトラーを彼の信女に送り込んだ。この時、彼女はテイセウスを見ごもった。テイセウスは、ポセイドーンの子であるとの伝承もあり、その場合は犠牲を捧げるために訪れたヒエラ、または、スパイリアにいて、ポセイドーンと交わり、同じ日にアイゲウスとも交わったとされる。このポセイドーンの神話は、娘の名誉を守るために、 ピッテウスが作ったのだとされることもある。また、この神話において、アイゲウスをポセイドオンの分身とする見方もある。アイトラーの解任を知ったアイゲウスは、岩の下に剣とサンダルを隠し、生まれた子が男の子であった場合、父親の名を教えてはならない。この岩を動かせるほどその子が強くなった時に、父の名を教え、この剣と、 サンダルトを持たせて、アテーナへ送り出すようにと言い残して、トロイゼーンを去った。アイゲウスがアテーナに帰って後、アイトラーは、トロイゼーンに泊まり、テイセウスを育てた。アイゲウスは、彼の老いにあたる、パラースの息子たちを恐れて、テイセウスをアテーナに呼ぼうとしなかったので、テイセウスは、トロイゼーンに居住していた。後に、テイセウスが父である彼に会いに、 トロイ全員から徒歩ではるばる来た際、アイゲウスはコリントスから逃れてきたメーデーアと結婚していた。メーデーアはテイセウスが自分に不利益を与える人間だと見抜き、アイゲウスに対して彼はアテーナイの王位を狙う不届き者であると残訴した。彼はテイセウスを息子ことは知らずに恐れ、マラトーンにイノシシ狩りに行かせたが、テイセウスはイノシシを殺し無事に帰還した。 メーデーアは、アイデウスをそそのかして、酒に毒を混入させ、帰ってきたテイセウスに飲ませようとした。まさにその時、テイセウスは、彼の息子である証拠の、トロイゼーンの岩の下に隠しておいた剣を彼に送った。これを見るやアイデウスは、毒薬をその手から叩き落とし、メーデーアを追放した。アイデウスの名は、エーゲ海の名祖となった。テイセウスが、 クレータ島の怪物ミーノータウロスを退治して帰還した時、無事に退治できた場合には船に白い帆を張って帰還すると約束していたにもかかわらず、テイセウスは誤って黒い帆を張ったまま帰還したため、アイデウスは息子が死んだものと誤解し、絶望して海へ、投身自殺した。その後、この海は彼の名にちなんで、エーゲ海と名付けられたという。ありがとうございます。